プライムビデオ、プライムビデオが東京ドーム公演初日の興奮を煽る発表をしました。トゥーヒーローズ、ら飛べファーストスーパーライブの生配信が、あと3日で行われるとのことです。この発表は、まるで世界中のファンが特等席に招待されたかのような興奮を巻き起こしました。特等席でなくとも、配信でライブを楽しめるという事実に、多くの人が喜びを感じました。私もその一人です。 以前は、ライブ参加が難しい場合、落ち込むこともありました。しかし、プライムビデオのような配信サービスがあれば、自宅からでも最前列の興奮を味わえるのですから、心が軽くなります。ところで、この話題をさらに広げてみませんか例えば、ライブ配信の普及により、音楽イベントへのアクセスがより包括的になったという観点から、世界中の音楽ファンが新しい形でつながる機会が増えたことを考えると、興味深いです。 また、ライブイベントの配信は、特に新型コロナウイルスのパンデミックの影響を受けた時期において、文化イベントの安全な観覧方法として注目されました。このような状況下で、ライブ配信がどれほど重要な役割を果たしたかを考えると、ライブエンターテイメントの未来について、さらに深く考察する必要があります。そして、ライブ配信の進化は止まりません。今後は、 より臨場感のある体験を提供する技術やサービスが登場するかもしれません。例えば、バーチャルリアリティ、VR、技術を活用したライブ配信や、リアルタイムのインタラクティブ機能を搭載した配信プラットフォームなどが、ますます一般化していく可能性があります。このような展開が現実になれば、ライブイベントの魅力はさらに拡大し、世界中の人々がその興奮を共有できる機会が増えるでしょう。これは、 単なるエンターテインメントの提供にとどまらず、文化の交流やコミュニティの形成にも大きな影響を与える可能性があります。東京ドーム公演初日の興奮が高まる中、プライムビデオの配信が私たちにもたらすものは、単なる音楽の楽しみだけではありません。それは、文化と技術が融合した新たなエンターテインメント体験の可能性を示しています。さあ、一緒に未来のライブエンターテインメントを考えてみませんかそして、 プライムビデオがこのような生配信を提供することで、様々な国や文化の人々がこの幸せを共有し、一体感を感じることができます。このような経験は、本当に貴重であり、私たちの心に深い感動を与えてくれます。トゥーヒーローズ、からとベファーストスーパーライブは、単なるライブイベントではありません。それは、特等席での体験を全世界のファンに提供し、彼らを感動させると同時に結びつけるものです。 プライムビデオの生配信を通じて、この素晴らしい瞬間を共有しましょう。そして、これからもトベの音楽が世界中に広がり、人々の心を豊かにしていくことを願っています。彼らのパフォーマンスは、私たちの心に永遠の特等席を与えてくれるのですから。結論として、ライブ配信が音楽ファンにとっては大きな喜びをもたらす一方で、 文化の多様性や技術の進化といった大きなテーマについても考える機会を与えてくれます。これからも、プライムビデオやその他の配信サービスが、私たちに新たな驚きと感動を届けてくれることを期待しています。では、あなたはどのようにライブ配信の未来を見据えていますか新しいテクノロジーやサービスが登場する中で、あなたが期待するライブエンターテイメントとは何でしょうかぜひ、あなたの考えをシェアしてください。